4分30秒アルト、下手したら中学生より遅いぜ。嘘だろ。すげえ爽やかな顔で泳いでるのにな、タイムが伴わないんだよな。うるせえ。俺の名前はアルト、高校の水泳部に所属している。実力はないかもしれないが、水泳に対する熱意は誰よりもある。見ろよ、今日はエリカ様のご登場だぜ。うん、エリカ様ごきげんよう。今日もみんなで練習に励みましょうね。彼女の名前はエリカ。水泳連盟の強化指定選手にも選ばれるほどの実力とその美貌で、学園のマドンナと言われている。そのためか何なのか、たまにしか練習に来ないのもなぜか黙認されている。さあ皆の者、本日も泳ぎまくれ。はい。正直俺はあまり練習に来ないエリカは好きではなかった。いいよな、まったく。俺はこんなに練習してもちっとも速くならないってのに。いや、まだまだこれからだ。練習練習。俺が努力を続ける理由、それは弟の存在が大きい。ごめんな、この間の大会では結果出せなくて。でも次は兄ちゃん絶対1位取ってみせるから。うん、約束だよ。僕も泳ぎたくなってきたな。よし、じゃあ一緒に練習するか。ああ、疲れた。少し休憩するか。少し泳いだだけでもうクタクタだよ。弟は生まれつき片足がなく、水の中でうまくバランスが取れずに満足に泳ぐことができない。泳ぐことは誰よりも好きなのに。兄ちゃんがきっとお前の分まで早く泳いでみせるからな。弟の分まで俺は頑張らないと。起きろアルト、転校生を紹介するぞ。うん、そう、転校生の分まで。転校生？おはようございます。本日転校してきました、かなでと申します。好きな食べ物はブリ、サンマ、アユ。そして片腕が義手であることもあり、カルシウムが片腕分だけ他の部位に流れるため、人より骨が丈夫ゆえ、いつでもこの私がお相手つかまつりまくるです。あ、あれ、これ鉄板ネタなんだけど、おかしいな。かわいい。よろしくね、かなでちゃん。なんだあの子、日本語おかしすぎるだろう。かなでちゃんが転校してきて1ヶ月、明るく少し天然な彼女はすぐにクラスに馴染み、学校中にも彼女の名前が知れ渡った。感じのいい子だけど、もし彼女が義手であることを悪く思うやつがいたら。弟が小学生の頃、周りが弟の義足になれるのに時間が必要だった。それを考えると他人事とは思えず、かなでちゃんを目で追っていた。そんな熱心に見つめちゃって、かなでちゃんのこと狙ってるの？今やかなでちゃんはエリカを抜いて学園一のマドンナとも噂されてるからな。お前じゃ無理だな、手出すなよ。うるさいな、出さねえよ。まあでも馴染んでるならよかったな。かなでちゃんのことを気にしつつも、いつも通りの日常を過ごしていたある日の放課後、かなでちゃんが悲しげな表情で窓の外を見ていた。あの、どうかした？え？びっくり仰天パンチ！うだいし！ごめんなさい、驚いちゃってつい。思いっきりパンチって叫んでたけど。気にしないで。それより何かあったの？あ、いえ、それは。アルト君は水泳部でしたよね。実は私も事故で片腕を失う前は水泳部に所属してたんです。でも片腕を失ってから部を追い出されちゃって、大きい大会の直前だったからみんなには恨まれちゃって、クラスのみんなにもそれが知れ渡って、まるで腫れ物扱いでした。中学生の頃は学校に行くのが本当に辛くて、だから水泳しているアルト君やみんなを見ると羨ましくて、多分まだ水泳したい気持ちが残ってるんです。その時俺は、かなでちゃんと弟がダブって見えて、放っておくことなんてできなかった。よし、泳ごう。え？かなでちゃんにもう一度水泳をやってほしいんです。もちろん反対はしないが、うまく指導できるかどうか。ちなみに
中学時代はどれくらい泳げたんだ？全国大会には常連で、神童だなんて言われてましたけど、そんなの過去の話ですし、今からだと県大会行けるかなくらいだと。神童全国？俺、義足の弟に水泳教えてるので、かなでちゃんの指導もサポートします。うむ、とんでもない戦力だ。よろしく頼むぞ。どうも、かなでです。好きな食べ物はブリ、サンマ、アユ、そして片腕が。すげえ、これが噂の自己紹介か。水泳もすごいらしいぜ。ちょっと待ちなさいよ、この子が入るなんて聞いてないんだけど。ちゃんと私の許可取ってもらえる？噂じゃかなでちゃんのことよく思ってないらしいぜ。自分の人気が落ちたからとかどうとか。なるほど。そこ聞こえてるから勝負してよ、かなでちゃん。勝負？もしあなたが勝ったら入部を認めてあげる。その代わり負けたら出て行ってもらうわ。私の苦手な平泳ぎで 200m、 それでどう？それともやっぱり？そんな体じゃ勝つ自信ない？わかった、それで勝負します。かなでちゃん、そんな勝負受けなくても大丈夫。片腕がないだけだもん。全てのことができないわけじゃない。私を信じて。そうしてかなでちゃんとエリカの勝負が始まった。ダメだ、やっぱり差をつけられてる。これなら大差をつけて勝利できるわ。あんたなんてこの水泳部に必要ないのよ。なん、すごい、ターンで一気に差を縮めたぞ。くそー、このままじゃ差をつけるどころか負けちゃう。すげえ、かなでちゃんの勝ちだ。こんなはずじゃ。エリカ、後半焦りからフォームが乱れてたぞ。最後まで冷静にフォームを乱さず泳ぎ切ったかなでの勝ちだ。くっそー、これでかなでちゃんは水泳部に入部決定だ。よろしくね、みんな。よろしくね。よろしくね。こうしてかなでちゃんは水泳部の一員となった。その後、俺は自分の練習をしつつ、かなでちゃんにアドバイスや相談に乗るようになった。バランスが取りづらくて。ああ、それは弟が言ってたんだけど、水泳部のみんなもかなでちゃんを心よく受け入れ、かなでちゃんも毎日楽しそうにしていたように思う。しかし、1ヶ月くらい経ったあたりから、かなでちゃんの様子が変わり始めた。授業中も外を見て、ぼーっとしていることが多く、水泳のタイムもかなり遅くなっていた。寝不足か何かだろうと思っていたのだが、日に日に暗くなっていくかなでちゃんが心配で、俺は思い切って事情を聞いてみた。最近元気ないよね、何かあった？何もないよ、全然大丈夫だから。どこからどう見ても大丈夫じゃないから聞いてるんだ。きっと力になるから、何かあったなら相談してほしい。実はかなでちゃんが水泳部に来れなかった理由は義手のことだった。ある日の練習終わり、いつも通り練習を終え、義手を見ると落書きがあったらしい。その日から何日も落書きや破損が見つかったという。彼女は中学でも同じことがあったらしく、今回も同じように水泳部のみんなに嫌われたのではと、人間不信に陥ってしまったと話してくれた。私もう水泳部にはいられないかも。そんなことない、俺かなでに恩返しがしたいんだ。かなでは嫌われてなんかないさ、それは俺が証明する。だからあと一週間だけでいい、水泳部に来てくれないか。恩返し？わかった、もう少し頑張ってみるよ。そうして俺は一週間ある作戦を決行した。そして一週間経ち、俺はミーティングに時間を作ってもらった。みんな聞いてほしい、かなでちゃんが部活に来られなかったのは義手にいたずらをされてたからなんだ。いたずら？誰がそんなひどいこと。今日はその犯人の証拠を持ってきた、この音声を聞いてほしい。ほんとムカつくわ、さっさとやめちゃえばいいのに。エリカさん、今日はどんな落書きします？
必死に録音機をつけておいたんだ。この声はエリカ、お前だろ。知らないわよ、そんなの。とぼけるな。この1週間毎日のように音声が残ってるじゃないか。何よ、全部あんたが悪いのよ。かなで、かなでに軽く避けられ、俺とエリカは仲良くプールに落下した。お前がやったことは犯罪と同じだ。しっかり反省するんだな。エリカ様がそんなことするなんて。幻滅した。お前、その後エリカは水泳部を辞め、日頃の怠慢により強化選手からも外され転校していった。義手への器物破損の罪により賠償金も払うことになったようだ。次の日から奏ちゃんは無事に水泳部の練習に参加できるようになった。ねえアルト君、結局恩返しって何のことだったの？ああそれは、やっぱりこんな足じゃ泳ぐことなんて。そんなことない、片足がないからなんだ。兄ちゃんの学校には片腕がなくてもすごく早く泳ぐ女の子がいるんだ。お前ももっと泳げるようになるさ。だから一緒に頑張ろう。兄ちゃん、うん、もっと頑張るよ。俺の弟、片足がないから泳げないって思ってたけど、そうじゃないんだよな。可能性を信じることが大事だって奏ちゃんに教えてもらったんだ。だから恩返し。そんな、私は何にも。でもせっかくだからもう一つ恩返しをお願いしようかな。前みたいに奏って呼んでほしいな。よし、今日も泳ぐぞ。奏。可能性は誰かに否定されるものでも肯定されるものでもない。大事なのは応援することだと俺は思う。プニのことも応援してプニー。ん？今の声は、ま、いっか。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。アルトです。かなでです。今日の動画は楽しんでもらえたかな？楽しかった方は高評価ボタンで教えてくださいね。今回は水泳部のお話だったけど、部活や好きなことを一生懸命頑張って可能性を信じ続ければ、初めは無理だと思ったこともきっと実現できるんだよな。皆さんもそんな風に一生懸命になっていることはありますか？よかったらコメント欄で教えてくださいね。俺たちも可能性を信じて100万人登録を目指して頑張っていくから、これからも応援よろしく頼むぜ。チャンネル登録がまだの方は登録とベルマークの通知をオンにしていただけるととっても嬉しいです。これからもソプラノ漫画をよろしくお願いします。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。